差は4点。終盤は鶴丸君に代わりつきまして高田君、バッターは高田君。もう一人代打を使ってきます。背番号7番高田。キャプテン田村、満塁ホームランを打ったキャプテン石原、後輩2年生の峰、ピッチャー峰は冷静です。5万5000、今大会最高の入場者数です。ショートはキャプテン西原、三振。佐賀商業高校、全国の4088校の頂点に立ちました。初めての九州勢同士の対戦、ご覧のように8対4で福岡田村のバッテリー、夢の頂点に立つことはできませんでした。ただいまから優勝いたしました佐賀商業高校の栄誉をたたえ、同校の校歌を演奏して校旗の掲揚を行います。アルプスが震えました。メガホンが舞いました。万歳が起こりました。ふるさとへの思いにあふれた一塁側です。佐賀県の高校野球の歴史の最高の一瞬です。笑顔も涙も全て充実感でいっぱいです。一塁側でした。三塁側です。満塁ホームランを打たれた瞬間に一瞬声がなくなりました。しかしその後に気晴れ湘南の大合唱が起こりました。雨が降っています。試
試合終了の瞬間まで雨が降れば今年は湘南負けない、そう信じて応援が続きました。佐賀商業の校歌を聞く間、全員がメガホンで手拍子を行いました。よくやった湘南、決まった湘南、全員が今温かく迎えています。三塁側でした。田中監督の胴上げ、慰めるキャプテンの田村、満塁ホームランを打たれた福岡、あまりにも明暗を分けすぎた9回の攻防でした。原田さん、はい、素晴らしい決勝戦の内容だったと思いますが、もうこれインタビューが始まりますね、はい、放送席、優勝監督、田中監督です。それでは見事な初優勝、佐賀商業の田中監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。本当にすごい決勝戦でした。もう本当にこうどうなっているのかですね、もうわからないような状態で、やっぱり子どもたちの本当にこう底知れない力にですね、最後はもう感動しました。3点先行されて2回追いついて、はい、この粘りはどうですか。そうですね、もう本当にこう奇跡とかしか思えないですね。そして峰君が本当によく頑張りましたね。はい、点数入れられてからですね、かえって球のスピードも出てきましてですね、本人にはですね、まあ調子はだんだん上向いとるから、最後まで友達を信じて頑張っておけば逆転は可能だということを話しておりました。9回満塁となって、ベンチでどんなことを考えていらっしゃいました。そうですね、スクイズがうまくいかなかったもんですからですね、もう一回スクイズをしようかなと思いましたけれども、まあヒッティングの方がいいだろうということでですね、そしたらまあやっぱり向こうの方も一塁ベースが空いておりましたから、まあ出したんじゃないかなと思いました。どうですか、そのベンチの中で板谷前監督のことが思い浮かんだりしませんでしたか。それはもう本当にですね、もう勝った瞬間はもう感謝でした。本当にこれで嬉しい報告ができますね。はい、そうですね、もう本当にもう応援をしていただいたですね、こう佐賀県民のですね皆様、または全国のですね、こう佐賀商業をですね応援してくださる方、また子どもたちですね、まあみんなのこの応援があってですね、優勝できたと思っております。本当におめでとうございました。はい、ありがとうございました。見事優勝を飾りました佐賀商業の田中監督のインタビューでした。それでは続きまして、今度は決勝のホームランを打ちましたキャプテンの西原選手にお話を聞きます。おめでとうございます。おめでとうございます。見事なホームランでしたね。はい、もう会心です。あれはどういうボールでした。もうまっすぐに張ってたんで、まっすぐ来いと思ったら、本当にまっすぐ来たんで、もうなんか嬉しいです。最高のホームランでね。はい、どうですか、今日最初に点を取られて、はい、峰君後ろから本当によく声かけてましたよね。はい、もう疲れてると思って、もう峰頑張れて、それだけもうずっと声かけてました。そして守りでも一生懸命守って、最後に援護の一発。はい、イメルそうですか、まあ、ここまで本当にノーシードから勝ち上がってきて、はい、チームはキャプテンから見てどんなチームですか。もう最高ですね、もうそれしか言えないです。でも最高の決勝戦で、はい、ね、これでまた板谷前監督にも本当にいい報告ができるんじゃないですか。そうですね、よかったです。もう本当ね、はい、はい、どうもおめでとうございました。ありがとうございました。キャプテンの西原選手に話を聞きました。少々お待ちください。それでは敗れました
鹿児島湘南高校の波佐間監督の話、正野アナウンサーです。試合が終わってベンチに引き上げた選手たちは全員涙でした。そして全員泣いているその湘南高校の選手たちの横でダグアウトの中の、洗面所でまず波佐山監督は顔を洗いました。洗い終わって拭いた顔、その目はもう真っ赤でした。ようやくベンチに腰掛けてインタビューが始まりましたが、最高の試合でした、ありがとうございましたという話がありました。あの9回の場面、福岡投手に近寄って声をかけてやれることができるんだったら声をかけてやりたかった、それは初球に対する指示です。もう1点が入ればこの試合は決まりだと中盤声をかけていましたが、最後一番大事なところで私の気持ちを福岡投手に伝えてやることができませんでした。しかし最高のゲームができました、最高の夏でしたという話です。以上インタビューとそして談話でした。放送席どうぞ。原田さん、はい、敗者とそして勝者、ここまで9回まで大熱戦を展開してきた両チームに勝つチームと負けるチームの2つに分けるという、見てる我々も苦しくなりますね。非常に酷な場面だと思いますよね、はい。まあ、確かに勝ったチームはね、これでまた一回り二回り大きくなれるんでしょうけども、はい、まあ、負けたチーム、やっぱ敗者のね痛みというものはね、これは十分分かってくると思いますね。そうですね。さあ、それでは今日の決勝戦を振り返ってみることにしましょう。